はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないの。違います。今日は1月27日の夜9時20分。さっきの引き続きですね。そうですね、引き続きですね。この前はね、これ作るとこ取りました。はい、今日はこちらですね。なんか分からへん、それじゃ。はい、これです。また買いました。くるくるたこ焼き。はい、で今日はこれを買ってきたんで、作って食べたいと思います。いいですか？うん、前ね、前回ね、作るとこ取りました。開けたいと思います。はい。めっちゃめんどくさいって思って。30分ぐらいかかるんで、ちょっともう作るとこはもう取りませんので、パッパッと作ってパッと食べたいと思います。よろしいですか？はい、はい、はい。じゃあちょっと開けました。こういろんなタコの元とか言うた？もう一回言うて。はい、これがタコマヨネーズの元、マヨネーズの元、タコの元、ソースの元、生地の素、ということで入ってまして、このパックでつまようじとスプーンとあのカップと入ってます。カップ、トレー、このトレーをですね使って作るんですけど、これがまた非常に面倒くさい、難しいというかね、面倒くさいんですよね、これが。ほんでね、あのコップ付きです。コップ付きこのコップは軽量カップで、もうちょっと前で水をね飲むやつちゃいます。水を使うので、作るときにね、それ用に今ちょっと台所に行って持ってきました。これね、めんどくさいんですよ。こうやってね、全部こうまずトレーを切ったりとかしてね、作らんといけないんでね。はい、やっていきます。じゃあまず音符トレーありますよ。タコを作ります。音符トレー、はい、音符トレーのとこにタコの素入れて、タコの素、これですね。はい、タコの素、タコの素、ペラペラ、くるくるタコ焼き、ソースの素、そしてくるくるたこ焼き、で、この三角カップにくるくるたこ焼き、ソースの素、水をとマヨネーズの素いっぱい入れて、入ったかな、 5cc らしいよ、この水が。で、これでこう混ぜます。ちょっと、お手伝いしてるんで。あ、もう結構です。結構です。え？結構です。それをするからな、遅なんねん。もうだからもうパパ作るから。あんたできたら作ってくれ。それでいい。説明してください、じゃあ。何をやってるか。今ですね、なおくんね。うん、首振りすぎや。タコを作ってます。そうなんです。これでタコを作ってますね。これね、実はですね、なんとね、冷蔵庫で固めたらふわっと膨らんで、なんかケーキみたいなのになる、うん、最後な、冷蔵庫？電子レンジやね。電子レンジ、うん、よし、はい、もうちょっと下や、よいしょ、600ワット。あ、このトレーも、これも切らんとあかんね。このトレーもこう、な、んで、はい、じゃあこのね、タコ型のトレーの中にこうやって、くるくるたこ焼き、ソースの素、はい、このトレーの中に
8個作るそうです。そうです、コントレーの中に8個作っていくんですけど、これがまためんどくさい。はい、こんな感じですね。こんな感じで、はい、こうやってね、でこのトレーの、このトレーの中にこうできたタコをこう、よいしょよいしょ、はい、こんな感じで作っていきます。こんな感じです。はい、タコが一応ね、ちょっとこんな感じでできまして、で次はマヨネーズです。マヨネーズの素ください。あ、これです。はい、くるくるたこ焼き、はい、マヨネーズ、マヨネーズの素、はい、これをこれをくるくるたこ焼きソースの素を、で、ここのトレーにこう立てて、この中に、また大活躍の三角カップ、またこの三角カップ一杯の水を、大活、うん、大活躍、この中にこう入れます。はい、入れます。入れました。んで、スプーンで、スプーンどこ行った？また、スプーンで、スプーン、こいつの大鉄焼きのスプーンで、うん、スプーンでこう しっかり混ぜます。混ぜます、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 しっかり混ぜないとね、そうそう、粉がね、残りますんでね、こうしっかりしっかり、おいしくないような形になっちゃいますからね。そうですね、しっかりしっかり混ぜます。よし、はい、混ざりました。はい、混ざりました。はい、こんな感じでね、中も綺麗に混ざりましたので、見えへんな、あ、結構マヨネーズっぽい匂いしますね。急いで作ってます、うん、で、1、合わせて1、2、3と、で、こうしっかり折って置いておきます。これちょっとどっかこの辺に置いておきます。で、次は3、生地を作ろう、音符トレーに、音符トレーに生地の素を入れます。あ、生地の素、これですね、これですね、この生地の素をね、入れていきます。これですね、くるくるたこ焼きソースの中、それソースよね。で、こんな感じ、こんな感じで、こんな感じで生地の素を入れまして、で、三角カップ2杯の水を入れます。見て、え、はい、うん、これに三角カップ2杯の、あー、ちょっと多かったかな、で、いっぱい、で、これ少なめで2杯入れます。そしてまたもや、これでひたすら混ぜます。急いで作ってんの、パッパッパッと、え、約束違うやん、なんかパッパッパッと作って、そんからこっちゃん手伝ってんの、パッパッパッとな、パッパッパッとな、だから買うの嫌やね、買えへんの、パッパッパッと、パッパッパッと、手伝ってない、な、ちゃんと説明だけやな、こっちゃんは、うん、はい、はい、しっかり混ぜます、混ぜます、ちょうちゃん、でもな、はい、混ざりました。こっちゃんはまだ何も、はい、次混ざりましたんで、
これ流し込みます。このトレーに流し込んでいきます。はい、こう入りました。はい、入りましたか。入りましたよ。はい、入りました。で、次これにタコを一つずつ入れて電子レンジで加熱します。タコ一個ずつ入れていきます。タコ、あーなんか変な、あー落ちた。タコを一個ずつ、3、あれタコ、ヨウさん作りすぎてる俺。タコの数が明らか多い。じゃあダブルタコの当たりを。ダブルタコ、ダブルタコ。はい。分からん。ちょっと作りすぎた。ちょっと小さ、タコは小さかったんかな、こういうとこ。はい、できました。はい、ここまでできたら、これを電子レンジに入れて、500ワット40秒、600ワット30秒、どちらかで加熱します。行ってきます。はい、じゃあ今電子レンジでチンしてるんで、その間に、最後ソースを作ります。これですね、ソースの素。ソースの素で、これをこう開けて、で、この中に、この中に、あ、もうできちゃった。ちょっと持ってて、これ。ちょっと持ってて。おさん、これ持ってて。倒せへんように持ってて。まっすぐ、まっすぐ持ってて。まっすぐ動いた、動いた感じで。で、あれの中に、これまたこうソースの、ソースじゃが、水を。はい、どこ行くの？え？これの中にこう水をいっぱい入れて、ほんで、あ、ちゃうやん、これこっちやん、三角カップやん。あ、間違えました、間違えました、間違えちゃいました。よいしょ、間違えちゃいました。こっちで作るんでした。はい、じゃあこれで作ります。あ、できましたよ、こっちゃん。チャーちゃんが持ってきてくれました。じゃあそれをこっちゃん、その爪楊枝で、はい、じゃあこの付属してる爪楊枝で、これでちょっとひっくり返しておいてください。ひっくり返してできますか。できませんか。やろうか。はい、ソースの方も混ぜ上がって出来上がりました。ソースっぽい感じの匂いと色になっております。やがしやったらやったら、はい、はい、がしで、これをこうですね、こうやってこう、うん、こうくるっとこうひっくり、くるっとぽ、くるっとぽ、
くるっとパ、くるっとパ、はい、くるっとパ、はい、くるっとパ、くるっとパ、はい、くるっとパと、はい、出来上がりました。これできますよ。でこれで最後、ソースをつけてマヨネーズをかけて完成なんで、これにちょっとソースをね、こぼれましたよ。大丈夫です、ね、こソースをもっと塗っていきたいと思います。ソースソースソース、では塗ってください。はい、どうぞ。はい、ソースを塗ってください。これに、そうそう、でこのマヨネーズの方もこの端っこをちょきんと切って、でむにーむにーとかけていきたいと思います。マヨかかりました。じゃあこっちの残ってるソースもなおくんが全部ビリッとかけていってあげましょう。残ってるのはちょっと、うん、ちょっとソース残ったから、はい、完成です。できました。はい、できましたよ。こっちゃんどうぞ食べてください。完成です。あ、ちょっと待って、一回見せよう。はい、こんな感じでたこ焼き完成。はい、どうぞ。じゃあ食べてみてください。美味しいでしょうか。いきます。はい、食レポやで、食レポ。どうですか、お味の方は。あんあ、あんケーキみたいなのになってます。ケーキみたい。ちゃーちゃん、またもう一つどうぞって。はい、どうぞ。はい、どうですか、お味の方は。こっちゃん、ちゃーちゃん、いいです。どうですか、どうですか。1個でいいです。ケーキみたいな味。甘いの？うん、甘い。はい、じゃあ美味しく食べてくださいね。はい、じゃあこちゃん、というわけで今日はくるくるたこ焼き作りました。3回目かなでした。じゃあのー、4回目か。じゃあのー。